みんな一緒に遊ぼうよ。月曜ストスタークラブ。どうも皆さんこんばんは。さあ今週も始まりました月曜ストスタークラブでございます。やったさあ今日はねちょっと子供番組風のスタートでございますけども、はい、ちょっとねうちの相方がちょっと不在のため、うん、今日はなんと牛くんと一緒にこの番組を進めていきたいと思います。わーおちんちん。バカ野郎バカ野郎おちんちん。おちんちんって言うんじゃねえよお前。これなんで言うんだよお前そういうことは。こういう可愛い感じの顔してうわ言うなこれボケ。明日出荷されるよいやだとしたらお前テンションおかしいだろ。もうちょっとお前神妙にしてろよ。おちんちん。おちんちんじゃねえよお前。絶対明日出荷されねえだろ。月曜おちんちんクラブ。なんだおちんちんクラブってお前完全に風俗みたいになってんじゃねえかよ。だそれ何してるんすかちょっと。さあ今日は何のやついや今回もね、はい、まあコメントいただいたものをねちょっと紹介したいなと思うんですよ。やっていきましょう、うん、お前ちょっと顔出てる顔出てモニターモニター俺モニター見えない。モニターチェックしろよお前。モニター見えないから顔ほぼ出ちゃってんだろう。マジでちゃんと隠しなさいよ。嘘顔出ちゃってる。顔出ちゃってるだろう。もう完全に出ちゃってるよ。じゃ俺モニター見えないの。なんでモニター見えねえんだよ。見えるだろほら。じゃ見えないで俺本当にこっから明かりの関係で。じゃもうちょっと下げてもらわないと。うん、いや頭出てんだよお前のその陰毛みたいなのが出てんだよ陰毛じゃねえ髪の毛だわ。髪の毛なの。髪の毛だわこれ。生まれ持ったもんだから。生まれ持ったもんだから、まあ今回はね毎回毎回そのコメントをくださいとかいう話をしてるんですけども、ええ、そこで寄せられたちょっとコメントをピックアップしてちょっとそれについてトーク していく。おいおれちょっとちょっともう暴力じゃないっすか。サボんなよお前ちょっと。違う違う違うこれね、うん、疲れんだってじゃあもうやめたらいいじゃん。じゃあそのなんか牛が喋るみたいな。いやだ俺だってねこれなんでやってるかわかりませんよ。なんでやってるかわかりませんよ。なんで適当になんかそこら辺にあったもので。なんでお前ふざけんな。俺タバコ吸いに行ってお前戻ってきたらもうこの状態で待ってたじゃないかやる気満々だったじゃねえか。やる気満々おちんちん。だからなんでやる気満々だったおちんちんなんだよ満々でおちんちんはアウトだろバカかお前今週この辺でやめときます。この辺でやめときますよねじゃあさもう完全にもう顔も出てるし手も出てるしその状態でその喋りでやんの。いやいやもうしょうがないって。どっちに話しかけりゃいいんだよいやでもこっちですよ。こっちに話しかけりゃいいの。こっちに、うん、完全だろもう茶番じゃねえよなんだこれ本当。もうお湯機械だからねひどいな。いやひどいわもう。今週も最高でした。Tライズ芸人さんたちにいたずらやドッキリを仕掛ける動画を見たいですということでいただきました。おー、いたずらね、うん、いたずらとかドッキリとか。いやでもさ、俺ら結構どっちかっていうといたずらする方じゃん。仕掛ける方、うん、うん、そうだね、うん、うん、で、まだ叶ってないいたずらが結構あるよね、うん。おお、例えばそう、伊藤の、うん、ニードルの、うん、伊藤の結婚式で、うん、ケーキ、うん、をこう俺ら二人が運んで、ケーキ入刀の、うん、そのケーキ動かせっつうこいつが喋ってることにすんだろお前。ちゃんとバクバクやれよお前そうニードルの、うん、その伊藤の結婚式で、うん、俺らが二人でケーキを運んで、うん、そのケーキをぶっ倒して、うん、はちめちゃにするっていうのを、そうそうそう、前本当にやろうとしたよね。やろうとしたんですよ。そうそうそう。でその伊藤もね、うん、その結婚式場の式場の人にこういうのやると思うんですけど大丈夫ですかってもう聞いてたらしいんですよ。そう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 。ところがね、その結婚が破棄になっちゃった破棄になっちゃったからね、その結婚が破棄になっちゃったからできなかったのね、これね。そう。うん。残念ながらね。まあだからまあそれはちょっとまだ叶ってないですかね。そうですね。か細かいいたずらちょいちょいやってますよね。いたずら、例えばどういうのやってます？石垣がすごいガンダム好きだから、うん、石垣に行った時に、うん、ちょいちょいそのガンダムの、うん、置いてる配置を、うん、のところになんかその時食べてるものとかトマトとか、うん、置いたりとか、うん、モビルトマトって言ってなんでモビルトマトモビルトマトとかなんかちょいちょいね、うん、配置替えとかはやってますよ、うんうん、俺は
まあ、そんなにお前ほどその回数はないけど石垣ん家行った時は、うん、必ずそのあいつん家に置いてあるガンプラの手取ってみたりとか、うん、あと銃を取ってみたりとか、そうそう、はしますね、えーえー、あと昔よくそれこそだからニードル伊藤の家、うん、伊藤の家でその打ち上げやってた時に冬場とかさ、うん、ね、雪が初雪だなんつってみんなちょっとこうテンション上がっちゃっていやいやみんなで雪だるまこう作ってそうそうでちょっと見てもらおうと思って見てもらおうと思って家の中持ってきて、うん、でみんな写真撮りましょうよなんつって、うん、でジュンさんとかもみんなこう含めてこう写真撮って、うん、じゃあ伊藤俺が片付けるわっつって俺が持って、うん、伊藤がいやいやもう大丈夫です伊藤さんは大丈夫ですからって言われて、うん、いい俺持ってく得意だから持ってくのって言って何もないところでつまずいて、うんぶちまけるっていう、そう、雪だるまを家の中でぶちまけるっていう、うん、そういういたずらとかはしたな。そうですね、あと、じゅんさんが寝てると、じゅんさんの股間の上にティッシュをめっちゃ置くっていう、うん、やったなじゅんさんの、じゅんさんの股間の上に、うん、うまい棒何本も置くってい う、 うどれが本物のうまい棒だっつっておちんちんおちんちん、お前思い出したかのように元気になったらお前一言そのおちんちんやめろこれどうする、これもう二度と出てこないよこのキャラクター、もう本当二度と出すんじゃない不愉快だ、いやいや本当俺見切り発車で始めましたからねこれ、まあだからそのドッキリっていう部分はね、普段でもやってますから、じゃあちょっと何個か動画撮って今度上げましょうか、タイミング見て、そうだね、ええ、いろんなことやってますから、そうそう、ね、俺が伊藤にキレるドッキリとかやってますし、うん、そうそう、それはもう完全に何も回ってない時にやってますからね、そうそうそう、まあ、まあ、そんな感じでございますので、はい、ね、こちらのコメント、くださいましてありがとうございます、こちらでは皆さんからのね疑問質問、まあ、こんなことやってほしいななんていうのを随時募集しております、はい、ぜひぜひコメント欄にね、たくさん書いてください。よろしくお願いいたします。ということで、月曜ストストクラブ、今週は以上です。また来週、バイバイ、ゲッダム。おじいちゃん。かわいい。おちんちん。もう最後、自分で言っちゃった。月曜ストストクラブ、Tライズのチャンネル登録、よろしくお願いします。右手、折れてます。折れてんのか。大丈夫？